こんにちは、塚口ガーデンの柴田です。今回はこれです。ハマギク。今回は野生の菊の一種で、青森県から茨城県にかけて太平洋側の浜辺に自生しているマーガレットやノースポールによく似た白い花を咲かせるハマギクについてお伝えしたいと思います。今回もよろしくお願いいたします。まず育てる場所ですが、ハマギクは日当たりと風通しの良い場所が適しています。寒さには強く、凍らさなければ戸外でも越冬できます。防寒対策として、冬は株元に落ち葉や腐葉土などを軽く敷いておくとより安心です。水やりですが、地植えの場合は特に水やりの必要はありませんが、鉢植えの場合は土の表面が乾いたらたっぷりと水を与えます。ただ冬は水やりの回数を減らして乾かし気味に管理をします。肥料ですが、ハマギクに肥料はそれほどやらなくとも育ちます。ハマギクに肥料は基本的には必要はありませんが、鉢植えの場合は肥料切れしやすいので、植え付けの際にこのような緩効性の化成肥、混ぜるタイプのものを適量混ぜておき、あと生育期間中、この葉の色や生育の様子を見ながら緩効性の化成肥、これですね、これまたは適当に薄めたこのような液体肥料をやるだけで十分です。もともとハマギクは沿岸や崖などに自生している植物ですから、それほど肥料は必要としません。植え付けについてですが、ハマギクは水はけが良ければ土質は選ばずよく育ちます。市販の草花用の土でもよく育ちますが、配合されるのでしたら小粒の赤玉土6に腐葉土4ぐらいの配合度が適しています。植え付けの時期は2月の中旬から4月上旬と9月から11月頃です。手入れについてですが、冬の前にこの株元の葉っぱがほとんどなくなってしまいます。そして茎が露出してきますので、株の姿を整えるために秋には花が咲き終わったら全体を約半分ぐらいに刈り込んで翌年に備えます。そうしますと春には茎のこの根元あたりから新しい芽が出てきます。次に増やし方についてですが、ハマギクは刺し芽で増やすことができます。適期は6月頃で、元気に成長している若い茎を切り取って土に刺します。木質化した古い茎は刺し芽には適しません。そして刺し芽して芽が出てきて成長し始めした頃に、この先端を切り詰めます。そうしますと下から数本の茎が伸びてきて、枝数が増えてボリュームのある株に育ちます。病害虫についてですが、特に目立った病害虫はありません。特徴について簡単にお伝えします。ハマギクは日本原産で、江戸時代の初期から日本で栽培されていたようです。自生地では高さ10センチから30センチぐらいのしまった株に育つのですが、庭で栽培しますと1メートル近くになることもあります。茎はよく枝分かれして株が広がり、こんもりと茂ります。そして秋になると白い花が咲き、冬の初め頃まで咲き続けます。冬は茎、葉がほとんど枯れてしまって、春になるとこの茎の根元あたりから芽を吹きます。2年も経過しますと茎は樹皮のようにザラザラとした疾患になります。ハマギクはあまり手間のかからない強い植物で、庭植えや鉢植えでも楽しめます。以上、今回はハマギクについてお伝えしました。ご覧いただきありがとうございました。ご感想やご希望等ございましたらコメント欄よりお願いいたします。今回もご清聴ありがとうございました。